燕锦二十九六十八，第三十任是三方三十后，是这边的番茄，几乎所有的用食物都没救了。燕锦二十九六十九，你看你是个失明的，当另一个寻求语气开始，申请云舒夫人和仅说四十里当美的人和背部留下。年仅二十九八十二，玫瑰公司的崛起。Lady Rose 倒是如万一回归地球，她是公司制造的第一批经济有多拒绝的机器人。年仅二十九九十二，让自然对人类的尝试开始，但需求他们开始注册区的经常而地产完全时间远超人类。年仅二十九九十五，人造的赛域，人类的伤势总击败，新法又得到家人地球三部鱼群吸收机器人放射人被不见完进行 march。 年仅二十九九十七，安卓行的获得当酒皮顺机器人带起来是三天前期的一切维系回归。安卓行的校队的工作室主角比是杀他们遇到的安迪不上升乔巴带入沙土。Dia merupakan salah satu karyawan di perusahaan. Dia juga bekerja di salah satu klub itu. Saya akan pergi dan menyelidikinya secara pribadi. Oh, they hold a jetter. Hold on, monkey. Hey, 这新漂亮地方了。尽力啦，我个目标系令到我哋嘅宠物觉得舒服。好啊，你有一条真的狗处处吗？哦，唔好意思喎，嗰只狗狗已经俾人占据咗啦。什么？我看看你嘅广告啦。你有一条真的狗？是啊，没错啊，但是是卖给另外一种顾客。对嘛，他是谁？你知道啊，是卖给高官的嘛。哼，我明白。你知不知道由于你的状态呢，我们不可以卖宠物给你的。我是警察了，我不好吗？特别是一个杀手侦探。不过呢，我有个朋友呢卖猫的。猫啊？是真的？不是啊，是人造猫。不不，我不想回家动物，我想真的动物，我不想回家动物。不过你常常跟机器人一起出去玩的。我杀了他们了，我是 Android Hunter。 我讲的是宠物机器人，不是人类机器人。 Same thing 了，
如果他们好人是我没问题了，如果他们危险的是我杀了他们，他们不是真的，他们 artificial。 我觉得他们好人类喎，不过唔紧要啦，你头先都搞错咗一次。什么时候能买到新的？如果你俾到文件证明我你老板删除咗你嘅资料嘅话，可能下个月你买到只嘅。那好吧，我走了，我工作了。你要确保你唔好无的放矢喎。哼。有多少机器人跑了？我不明白他们为什么要回到地球，他们到底想要什么？在路上关上门？不，谢谢啊，上次你叫我关门，我全给办公室清洁工。别断一个聪明人，我没时间。你的朋友被一个逃亡的机器人给袭击了。真的？他 OK 了？他还活着，除非有人在医院拔掉他的电源。更糟糕的是，你说，我雇了另一个猎人去追那些机器人，他失踪了，估计已经死了。我们在 Time Machine Club 有一个山巨人，他叫 Ruby。哼，我们收钱需要一个搜查令，我们稍后再处理。现在我们有一个新的嫌疑人，玫瑰公司的员工。我没看到他在禁区内走来走去，我要你去那里给他一个测试。测试吗？他们吗？罗斯公司是世界上最高的公司，如果那里有一个机器人，那么他可能对玫瑰夫人产生一些影响。哼，我们可能回不成。我们必须抓住这个机会，因为那里有新设备。是如何工作的？你将其对准嫌疑人的眼睛，然后按下按钮，并阅读选择给您的问题。直到你获得100%的结果，就是让嫌疑人戴上他的耳机，这样机器就可以读取他们的想法是否真实。哦，如果这就是你要喂的，它不是放射性的。别忘了你的手枪。
我不知道，你用相信任我？我没有，但我这次别无选择。那好吧。等一下，看到大厅那边的两个人了吗？那是东京部门的中田，他是你的新搭档。不是了，我上公司一个人了。你无权为我，如果你想把你的名字从黑名单中删除，那你最好按照我说的做。我别无选择吗？哼，别无选择，除非你退出。但是你知道他是怎么说的，如果你不是警察，那什么都不是。 So no choice then. 对。哟，あんたがジェッターさんかい？ほら、中田警部だ。よろしくな。うん、よろしく。まあ、人間なんてな、腹の底で何を考えてるかわからねえ生き物だからな。このケースは私にとって個人的なものです。おお、あんたの言いたいことはよくわかるぜ。俺も若い頃はあんたと同じ考え方だったけどな、今はコンビと行動するのは楽しくなってきちまってな、まるで昔見た探偵映画を思い出すようでな。じゃあ行きます。ローズカンパニーが私たちを待ってます。あ、わかった。あんたがあいつらに聞き込みをしてる間に俺は車の中で一人で待ってるわ。その方があんたの邪魔にならなくていいと思う。うん、もういいですね。ああ、昔の映画のようにな。美不美？有泳池或放肆吗？两个都没。那个游泳池是漂亮，放肆了不错。我们在质量上不遗余力。你是 Lady Rose 吗？不，我是她的侄女，我的名字是玛丽。我叫吉特。听说安座侦探团不喜欢人形复制机器人。这不是个人的，但是你的宠物在没有佩戴的情况下行走。机器人不是宠物。嗯，你说真的，他们不是宠物，宠物是我们歌唱，他们不杀死无辜的人。これは政治的な議論ですか？それともあなたは。ここでビジネスをしているの？レディ、ロース、ジェタ、他来自安座侦探团。はじめまして。私はここにいます。あんたの会社が安座のためにここでトボシャのアンドロイド融合を歌っている。そしてあなたは私の部下にエンパシーテストをするためにここにいる。すごいな。一らがモンバスの乗っ取りに感情しているようで、わないかと思われます。あなたはそのための最初のアンドロイドハンターではありませんよ。たとえ私の部下が嫌がらせを受けることになったとしても、あなたにとって良い結果ではなく、悪い結果であることを願うわ。なぜ？申し訳ありませんが、ジェターさん。これは私のルールなの。
誰？我是。你是吗？你确定吗？如果我不是，我就会做志愿者。那好吧。您的发言时间是一个静坐，请注意。你像是演员，电视给你工作，告诉你的妈和你的姐姐。姐姐告诉你你不是演员，你的妈没错，会让你找另一份工作。带上他们，如果他说那样的话，他就不是我的母亲，因为除非我的选择是危险的，否则家人应该支持我的生活决定。你正在和某人约会，你发现你的约会对象已经结婚了。我会告诉他的妻子。你看看电视，电视了，你看一个斗牛人，斗牛人是要杀一个牛。如果我是动物爱好者还是机器人，这是一个测试吗？请不要倒点。斗牛需要结束公牛的生命了，公牛突然放弃，一个事的定牛是的就是，你会帮助谁？两者，我讨厌看到生物受苦。好吧，主要是奇迹第二不是巧西的，我会说六十四世，你不是人类。どうやらこのマシンは機能していないみたいね。どうやった？だってあなたは 100% ではなかった。そうおっしゃったでしょ。そういう意味よ。ちょっと待ってよ。これは疑わしい。高尾さんに是人類吗？本当にあなたはマリーはアンドロイド。そう思っているの？どうやら説明する必要があるみたいね。いいでしょう。マリーは植民地を離れる途中に事故に遭ったの。彼女の乗っていたシャトルが大爆発。壊滅的にね。それでも彼女は混乱した状態で帰ってきたわ。そして16年間の間、彼女は隔離室に入れられたの。彼女のエンパシーという部分が欠如しているのはそのせいかもしれない。どう言いますか。这个 ghost story 真的吗？你曾经被孤立过吗？你知道那是什么感觉吗？16年来，你有没有避开人类？わからない。これについて何か怪しいことがある。マリー、私は彼が私たちの物語を買っているとは思わない。好吧，也许他还想买点别的东西。你说，你在外面看到我们的动物了吗？哦，他们是真的。そうそう、私たちは2頭のホワイトタイガー、メスとオスを手に入れたわ。彼らはカブスを持っていた。必要に応じて保管することもできますけど、そのためには条件があるわ。私の命について持っている情報を全て消去し、彼女が人間であると証明してもらうわ。侦探、你想一想、你不用再当猎人了。你可当大官、带着一只稀有的白虎、你也可以离开这个世界。
如果你按照我们说的去做，那东西将是你的。那东西，你没把它叫出它。那动物之类，我倒是有白手洗得吗？这是我们的家，你没有权利骚扰我们。マリー、悪いけど、ちょっと席を外していただける？探偵さんと二人で話すの。しばらく待っててちょうだい。当然、女士。感じは知らないよ。いいえ。でも彼女、しばらくの間それを疑っていたわ。しかし、感情は、それは何ドルから？私たちは、新しいモデルに、過去や、純粋無垢な子供時代、そして、存在する理由を与えているの。言い換えれば、私たちはそれらを簡単にコントロールできるように生命を与えているの。あなたは今日インプラントついた話してる？その通りよ。ツインアンドロイド、セリーナとマリー、システムにメモリーが組み込まれた最初のアンドロイド。それは違法です。法律なんていつでも変わる可能性があるわ。だとしても私はマリーを守るために何だってやるわ。私は彼女に遠い昔に死んだ姪の記憶を吹き込んだの。マリーは今私が残した唯一の家族なの。でもセリーナには間違った記憶を与えたのではないかと思っている。お願いです、マリーのことどうか報告しないでください。私は警察です。接近がないよ。あなたは自分の娘を守るために何もしないって言うの？だって言っちゃった。